です。今回はね、こちらのじゃがいもを使って、北海道の郷土料理、芋餅を作りたいと思います。北海道のね、郷土料理といっても、最近ではね、コンビニなんかで、売られてたりしてね、もう全国区になりつつあるんですけど、これをね、今日は手作りしたいと思います。もう作り方、すごく簡単なんで、ご家庭でもね、簡単に作れると思いますんで、ぜひ作ってみてください。ではね、早速作っていきたいと思います。はい、まずじゃがいもなんですけどね、このように皮をむいて、2、3センチ角に切って水につけてあります。これまあ水につけてるのはね、変色を防ぐためなんでね、あまり長時間つけなくても大丈夫ですね。そしてこれをね、湯がいていきます。はい、では早速ね、湯がいていきたいと思います。まずね、先ほどこの水にさらしておいたじゃがいも、水を切って鍋に入れて、たっぷりの水を注いでください。じゃがいもを茹でるときは必ず水から茹でてください。そしてこれを中火にかけます。はい、これぐらいの中火にして、このまま10分間、茹でていきます。はい、これ今ね、沸騰してから13分経ってます。途中ね、10分ぐらい経った時にね、ちょっと竹串刺してみたらまだちょっと硬かったので、3分間延長してあります。これもね、茹で上がってるんで、これを火を止めて、水を捨てます。はい、このように、お湯を切りました。はい、この後ね、じゃがいも潰していくんですけど、この茹で上がった時点のじゃがいもの分量をね、測っておいてほしいんですね。これなぜかというと、この分量の2割の片栗粉を後で、足して混ぜていくので、この時点での重さを測っておいてください。これ今ね、420g ありますので、84g の片栗粉を後で、加えます。ではね、これ早速もう潰していきたいと思います。これね、こういうマッシャーなんかで、こういう風に潰していっていただければいいと思います。マッシャーがなければね、木べらとか、まあ、スプーンなんかでもいいんで、多少ね、粒々が残ってもいいです。もう滑らかにしなくても大丈夫です。はい、もうこんなぐらいでいいですかね。また少しね、粒々が残ってるぐらいですけど、もうこれぐらいで大丈夫です。そしてこれはね、あと練っていくんですけど、片栗粉入れてね、このままだとまだ熱いので、触れる程度にまで、冷まして、このまま置いてね、冷ましておきます。はい、もうだいぶね、触れるぐらいまで冷めましたんで、先ほどね、これ測った 420g ありましたんで、その2割の 84g の片栗粉を入れます。そしてここに、塩をね、小さじ4分の1ほど、ちょっと入れます。そしてあとはこれをね、全体に片栗粉とじゃがいもが混ざるように、全体によく練っていきます。はい、だいぶ練れてきましたね。こうね、こさった時に耳たぶみたいなこう、手触りですかね。これぐらいになるといいと思います。あとね、もしこの時点でね、ちょっと粉っぽいなと、こうまとまりにくいなと思った時はね、牛乳を少し入れて、全体が、しっとりとまとまるように、してください。はい、ではこれをね、成形していきたいと思いますけど、大きさなんですけど、まあ、塩なんですけど、量的に 50g ぐらいがいい大きさだと思いますね。だいたいね、ゴルフボールより少し大きいぐらいの大きさですね。こんな感じで。これをくるっと丸めてね、そしてこう平らにしていきます。平らといってもね、だいたい厚みは1センチぐらいですね。こういうふうに形を整えてね。はい、こんな感じで、こんな感じで形を作っていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。今回ね、これ、じゃがいもだけで作ってますけど、中にね、チーズ入れたりするのもね、人気なんでね、入れるチーズは何でもいいと思いますんで、チーズ入りのバージョンも、作ってみてもいいと思います。では早速これね、焼いていきたいと思います。はい、じゃあまずね、中火でフライパンを火にかけます。でね、そこにサラダ油、少し入れます。
そして先ほどの芋餅を、この芋餅使ってね、油こうやって伸ばしていただければいいます。はい、こんな感じです。そしてこのままね、3分ほど、様子を見ながらね、焼いていきます。時々裏返してね、もし火が強いなというのであれば少し弱めて、こんがりと焼き目がつくように焼いていきます。はい、3分経ちましたんでね、裏返していきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、全体を裏返したら少しね、こう上から押さえてね、フライパンに当たる部分をね、少し平らにしてあげてください。こう平らになってないとね、最初ちょっとやらなかったんで、中心だけが焼き色ついて、周りちょっと焼き色つかないという感じなので、少しこうやってね押さえて、そこを平らにしてあげてください。はい、ではまたね、3分経ちましたんで裏返します。あ、裏もいい感じに焼けてますね。そしてこれね、次にここでバターを入れます。最初から入れてもいいんですね、いいんですけど、ちょっと焦げやすくなるので、私はこの焼き色ついてからバターを入れることにしています。で、全体にバターを絡めていきます。これでまたね、片面2分ずつほどバターを絡めながら焼いてください。はい、バターを入れてね、さらに、両面を2分ずつ焼きました。これでも、できていると思いますね、焼けていると思います。そして最後ここにね、醤油、これを大さじ2杯入れます。そしてこれも全体によく絡めます。はい、この醤油も全体に絡めて出来上がりです。これ今回シンプルに醤油だけでしたけどね、お子様が食べる場合なんかは砂糖醤油なんかにしてもね、喜んでいただけると思います。ではこれも盛り付けていきたいと思います。はい、今日はね、こういったちょっと白い浅めのお皿を用意しました。そしてここにね、先ほど焼けた芋餅を並べていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。今回ね、じゃがいもだけを使ってね、シンプルな、芋餅にしましたけど、先ほども言いましたようにね、チーズを入れるとね、すごく美味しいんで、そちらの食べ方もおすすめします。また味付けなんですけどね、シンプルにバター醤油でやりましたけど、砂糖醤油にしてもいいですし、醤油を入れずにケチャップをつけながら食べるとかね、そういう食べ方も美味しいんで、自分に合った食べ方を見つけていただければいいと思います。以上が、北海道郷土料理芋餅の作り方でした。